まあ、たくさんあります。で、例えば、エキス製剤で代表的なのは、補聴液投与とか、中線代表投与とか、奥義拳中投与とか、まあ、たくさんあります。で、ただ、あるあるいうので使うんじゃなくて、その気持ちね、歴史とか、心とか、そういうようなものが十分理解した上で使うと、応用範囲が広くなります。で、この、玉平風散っていうのがね、まあ一番有名なんです。中国にせよ、日本にせよ、漢方の世界ではこれが一番有名。というのは、屏風を立てれば、風邪を防ぐことができると。で、この屏風なんですが、ただの日本の薄っぺらのこんなバリアじゃなくて、玉の、ね、玉っていうのは中国でも高い高い金で売ってる、あります。彫り物やら、食器やらいっぱい。この玉で作った屏風ですよ。で、これは、まあ今で言う銀行やら、その、いろんな商店でももう、屏風じゃないけど、バリア透明にしてやっとる。まあ、あれの元ぐらいだと思ったらいいです。感染症からバリアを張る。で、しかも、これは、キー・エキリンという人が、元の時代、フビライ・ハーンが攻めてくる頃の頃に中国で、まあ出版した本ですが、出版いうか、10年かかって、書いて19巻。そのうち出版は1345年。で、西特効法というのは、世の中のお医者さん、これを勉強したら効果が非常に得ることができますよと、これ役に立ててくださいというので作った本です。で、それまでにもいっぱい本は出てるんですが、難しいし、もうちょっと簡単にして、この先生が説明しようとして、これ勉強したら効果出ますよと。いうのでしたんですが、それは、この玉平風散、だから名前もいいし、感染症防止、抵抗力、こういう意味でね、基本に必ずこれが入っています。この玉平風散ね、まあ、たったのこの奥義、白術、防風という3つしかない、非常に簡単な薬なんですが、まあ、どういう時に使うかというね、これは、中国の解説書をちょっとだけ読みます。例えば、奥義白術は消化吸収を強め、全身の代謝を促進して、機能状態を改善するほか、細胞性免疫を増強し、抗体酸性を高めるというような形で、まあ、奥義とか白術には免疫力を高めて、抗体を作ったりする力があるというような説明があります。で、まあ、あと、防風というのは、その風邪を取り除くとか、虚風といって、まあ、虚風の防風、まあ、虚風も防風もかなり同じですが、は、皮膚の血管、皮膚血管の痙攣を緩め、末梢の透過性を調整して、奥義の効能を補助し、まあ、血管の、を強く、よく、まあ、巡るようにして、奥義を助けて、かつ、その、抗菌、消炎、解熱作用によって感染を沈める。要するに、これが感染をちょっと沈めてくれる作用があるというようなことで、昔から、その疫病が流行ったり、いろんなことがすると、人々はまずこれを飲んで、かからなくしようと。要するに感染から守ろうというようなことで、歴史的にずっと使われてきた薬です。で、ただ日本にはこの玉平風散という、三薬は、その、まあ、常備しているところはあまりないんです。この奥義、白術、防風という一つ一つは漢方で保険薬に入っています。だけど、この玉平風散というのは、津村のなんとか糖、なんとか糖やとか、小太郎のなんとか糖とかいうようなエキスが、まあ、たくさんありますが、そういうエキスには入っていません、残念ながら。で、今のところいろんな人が役に立つから、漢方のお店に行けばね、サプリみたいな形で、これと、まあ、名前も違うのもありますが、出ています。